採択終わった日帰ったらそんなことがあるかもしれないなと思って思ったら玄関のポストに青いインクの脅迫状が入ってました、はい、我々は近くでお前を見守ってるぞというあれだったんでしょうね。マスコミもなんか随分なんか動かれたんで。いやいや、マスコミもね、いやこれはその僕も最終的に本を書いてそこでも書いたんですけどね、やっぱりね、その報道姿勢がね、そういう作る会計いうものをね、はい、もういけないんだと決めつけてる、うんうん、もうだからその論調がもうそうなんですよ。あ、それはもう大手紙、朝日、地元紙の神奈川、毎日、東京というところはね、みんなもうそういう歩調なんですよ。だからいや正直ね、本当にこう真面目に公務員をやってきてね、なんかもういつも新聞記事じゃね、私が悪者みたいにね扱われる感じを経験しましたな。あ、全国紙で横浜市の教科書採択を取り上げちゃうんですね。そう、もうあれは8月22日ね、その朝日の社説ですよ、でその横浜市の教科書採択の懸念について。懸念ですか。それでね、それをね、その朝の7時過ぎにね、兵庫県にいるね、私のね、大学での後輩、県会議員やってるね、男がね、連絡してくれたんですよ。ああ、全国紙に出てるぞ。先輩、出てますよと。その30日に総選挙があるから、彼はね、当時、その自民党県議会の幹事長だった。新聞記事全部目を通してる。なるほど。朝日で言ったら、今田先輩、名前が出てます。まあ、名前が出てるって言ったって、天候の朝日だから大したもんですなー言うてね。まあ私も、もうその当時まだ朝日撮ってましたから、まあ、もう眠い目をこすりながらね、やりました。ですから、法的に言えば文科省がちゃんと OK を出した教科書で、それをその中から選ぶのは教育委員会の責任なのに、その通りやろうとしたら、なんか気に食わない教科書を選んだっつって、全国紙が批判してくると。ということなんですね。非常に法律にのっとらない。これちょっと前後があれですけど、一人ブーイングだったというのは、まあそれ17年。この今の朝日に乗ったのは21年ですから、多くの教育員の賛同があって、選ばれたわけなんですけど、ね、はい、もちろん。ですから、1回目は今田先生お一人で主張されて、取らなかった。で、2回目は教育委員長やられて、それで教育委員の間でいろいろ勉強会とかされたとか言ってましたね。その1回目17年の時は私一人がね、その作る会計主張して、はい、それで今度その後ね、18年のね、7月に教育委員長になったんですけども、はいはい、まあ、その時に委員長にというふうなことを言われたから、いやいや俺が委員長になると作る会計に対してね、世間は厳しい評価をしてるし、そんな俺が委員長になったらみんな迷惑するから、それはね、もう遠慮するよと言いましたよ。しかし、その事務局が、その会の教育委員会議の運営というものを考えるとね、やっぱしその役所上がりのね、その今田さんのような慣れた方がね、座っていただいた方がみんなが助かるっつ。助かるっつって言われて、まあ、そうか、そこまで言うんなら、みんな迷惑しないか、大丈夫かって、いや、もう大丈夫ですって言って。だから、そういうんならば、あれしましょうかと、いうことだったんですよ。はい。だからまあ、その、約35年間、まあ、一番左側の教科書を採択してきたというのもね、やっぱし、なんか、真剣なやっぱり議論がなかったんですよ。だから、まあ、階級闘争士官に戻ってたら全国的にも一番左側の教科書。まあ、ただ、そういうもののことを議論しようというふうな雰囲気には正直、まあ、事務局の雰囲気がなかった。まあ、外から来た人ならば、もうとてもではない、そんなことは言えなかったです。私のように、まあ、多少長い役所生活があって、まあ、総務局長も経験したというのは、あれがあったんで、まあ、そういう意味で、私なりのある種の、ちょっと聞いただけど、誇りみたいなものもあって、それはやっぱり真剣な議論をしようじゃないかと、いうことで、まあ、真剣に言ったんで、まあ、
他の教育委員も時の市長がやっぱり見識のある人をと思って人選をしてくれたと、はい、なるほど。それがやっぱり大きいですね。なるほど。だから組長さんが教育にどう考えるかと、うん、いうことがやっぱりかなり大きいと思いますね。うん、なるほど。なんかその採択の時は別室で大騒ぎしたりとか、なんかご自宅になんか怪しげな文書が来たとか言われてましたね。そうそう、21年に採択した時は、はい、住所を8地区で採択した時は、はい、前の日に、フェイクニュース、インターネットでフェイクニュースが流れて、ええ、私とその住所の人とが談合してるみたいな話で、あ、で総務課長が電話かけてきて、ええ、まあ、ちょっと待ってくれよと、俺の人生観いうか生き様は分かるだろうと、そんなケチなことをやるわけがねえじゃねえかという話をした、ええええ、で家帰ったら玄関の前になんかイケメンの若い青年が立ってるんですね。はいはい、で何だって言ったら、いや共同通信ですと。はい、で各国でそういう噂が流れてるんで真偽を確かめに来ました。あ、僕は言ったんですよ。会ったこともない人間とどうしてそんな俺が約束できるんだと。うん、で君もそのどういうのか、夜打ち朝掛けでね、うん、その自分の仕事に一生懸命になるのはいいけど、はい、それは素晴らしいことだけどもね。もう少しね、はい、その本気でね教科書を読み比べたかと、うん、もっとね人のいい話ばっかり、共産党の言ってることばっかり聞くんじゃなくてね、はい、もっとしっかり自分で見て勉強しろと、うん、言ってね、まあ幼稚朝掛けの精神はいいけどなってねまあいい男だったから今どこで何をしてるか分かりませんけどもね、はい、そんなことがありました。でその採択終わった日帰ったら、そんなことがあるかもしれないなと思って思ったら、玄関のポストに青いインクの脅迫状が入ってました。はい、まあ我々は近くでお前を見守ってるぞというあれだったんでしょうね。あんまり正直いい気持ちはしませんでしたけどね。まあでもそれはそんなことがあるかもしれないとは。まあだから当時は、今はだいぶこの今回の参議院選挙なんかもあってね、YouTube でその教育の問題もね、いろいろこう言われてね、うん、少しなんかおかしい要素がありそうだと、はい、いうことを皆さんがね、バクッとだけども気がついてくれてる、うん、あの当時はそういうことは全くなくてね、なんかよっぽどこう作る会計はもう悪だと、もう悪魔だと、だからあの作る会計のね、その設立主義書なんか読むとね、一つもそんなこと書いてない、立派なこと書いてない、だからその何かやっぱりまあ知られたくない、うん、知られたら、知られた作る会計のがこんないい教科書を出していることを知られたら自分たちの基盤が崩れると思う人たちが反対運動をしてる、うん、あ、それはね確か渡辺正一先生がそういうことをおっしゃったという記憶してますね。あとその作る会計を採択した後で、なんか議会でもだいぶご苦労されたと言われてましたね。議会でもね、いや変な質問がありましたね。その作る会計の記事は、教科書は、まあ、歴史戦争を賛美する教科書であるとかね、うん、その侵略戦争を賛美する特定の歴史観で書かれてて、その来年 APEC をね開催する本市でこの教科書を使うことは国際交流に亀裂を生じかねない。あ、そんなね、飛躍した文科省の検定を取った、そうですね、だそれをね、まあ議会の座席で、議席でね、まあなんちゅうアホなことを言うんだろうなと、うん、それからその今田委員長と従者との間で事前の密約があったと報じられている、一種の官製談合だ、横浜市の教育行政のかってない失政であり大きな汚点を残した、採択のやり直しをすべきだ、自分らでね、なんか、あれしといて、鳴らしといて、それを、いや、ほんとね、比較的、純な精神の人間ですから、私はまあ、いや、ほんとにね、信じられないぐらいね、まあ、でも、こういうことも乗り越えないと、次のステップへ行けない。そうですね、それが大きな問題ですね。ね、そういう意味じゃ、この、組合と、マスコミと、それから議会と、鉄のトライアングルになっちゃってるわけですね。でもね、うん、ある時期からね、議会の一部の人たちがね、随分ね、はい、応援してもらいましたよ。あ、
議場で、その立派な採択だったと評価をね、自民党の一部の人たちが。そういう自民党の議員は今までは何してたんですかね。まあね、やっぱりそれは、やっぱり当事者である我々がね、やっぱり当事者である我々が頑張ることによって、あの人たちも気づいて応援してくれるということじゃないですかね。だから、それは全てそうかもわかりません。やっぱり当事者が責任感を持って頑張っていくと、やっぱり違う角度から、見てて応援してくれると。そういう意味では、特に歴史教育がですね、なかなか良くならないのは、まあそういう先ほどのマスコミ組合議会の鉄のトライアングルがあってガシッと締めちゃって、なかなかこう、志ある人は多分ね、あちこちにいっぱいいるんでしょうけども、そういうのをこう、ぐっとこう抑え込んじゃってると。まあそういうのが実態ですね。まあそれだけにそのどういうか、そういう人たちに、そういう人たち以外の人たちにもこの実態をね、やっぱり厳しいイデオロギー等々があることをね、知ってもらうこと、だからやっぱりそれで環境を変えていく、いうことがね、まあ、ちょっと生意気に言うと与えられた使命かななんてね、そんなふうに、思いましたな。そういう意味で今日はですね、今回は非常にこう生々しい教科書採択の実態ということをですね、語っていただきましたけども、次回はですね、こういうことを振り返って思うことをお話しいただきたいと思っております。ありがとうございました。はい、いかがでしたか？良いと思っていただいた方は、チャンネル登録と高評価、ぜひともお願いいたします。